最初の彼らとの接触は4年前のことでした。世界各地が見たこともない宇宙戦軍に吸収されたのです。未知なる異星人の攻撃に誰もが絶望しましたが、意外にも彼らは簡単に撃退され、どこへともなく消え去ってしまいました。我々の技術に比べると彼らのそれはあまりにも劣っていたのです。わずかな被害に比べ、それまで民族や宗教の問題で紛争の絶えなかった我々を一つにまとめてくれたのは皮肉な幸運と言えるかもしれません。その後、残骸などから彼らに対する調査を開始しましたが、遅々として進みませんでした。彼らの機体には自戒装置が組み込まれており、ほとんど調べることができなかったからです。そして2年後に2度目の接触がありました。彼らの正体は依然謎に包まれたまま。しかし必ず再接触があることを確信していた我々は、星を挙げて協力し合い、彼らに対する迎撃準備を整えていたのです。吸収された前回の接触でさえわずかな被害で済んだのですから、この時はより簡単に撃退できると思われました。ところが一世代は遅れていた彼らの技術は格段に進歩して、我々に追いつかんばかりのところまで来ていた。2年間の協調による驚異的な技術革新がなければ、この時我々は彼らに滅ぼされていたかもしれません。そして戦いが混沌を極め始めた頃、またも彼らは突然に消え去ってしまいます。しかしこの時我々は追跡することに成功しています。時空ジャンプを繰り返し、彼らは我が星系の淵に集合し、謎の爆発とともに消え去りました。負けそうになったので自爆した、何らかの事故などの意見が上がりましたが、再接触を考慮に入れれば逃げたと考えるのが妥当という意見に落ち着いています。そして再接触から2年の現在、彼らは3度目の接触をしてきました。今回彼らの技術は一部で我々を凌駕しています。我々の科学文明は前回の接触により協調が強まり、さらなる進歩を遂げたというのに、今度こそ撃退できる確信はありません。彼らはなぜ2年周期で攻撃してくるのでしょう。一体どこからやってくるのでしょう。そして彼らは何者なのでしょう。
異星の侵略に対する対抗手段である連邦宇宙軍。その配備状況は第8惑星公転軌道付近に集中していました。これは1度目、2度目の接触時、敵軍はそれぞれ第7、第9惑星の公転軌道上に出現したことに起因します。しかし、3度目の接触をしてきた敵軍は、母星である第3惑星の公転軌道の少し内側に出現。いくつかの分隊に分かれ、内惑星系に分散してしまいました。しかも、迅速に母星への攻撃拠点を設置、隕石落としを開始したのです。連邦宇宙軍は全速で引き返していますが、到着する前に母星は隕石により致命的なダメージを負うことになるでしょう。そこで、我々に白羽の矢が立てられたのです。各国の精鋭を集い、母星の第一衛星上にて準備を進めていた統合宇宙軍に。敵軍は加速器アクセルゲートを使用し、母星に隕石を打ち込んでいます。被害は甚大で、この後数回打ち込まれれば、環境破壊は致命的なものとなるでしょう。ゆえに、この拠点の早急な制圧が望まれていますが、何分情報が少なすぎます。偵察機を派遣したいところですが、準備段階にある我が統合軍には、まだ偵察機が配備されていません。そこで、サポートデバイスによって偵察を行います。フェザー1の支援機であるサポートデバイスは、我が軍の宇宙艇の中で最も探査能力に優れているのです。しかし、支援機であるサポートデバイスは無人な上、武装が全く存在しません。よって、本来ペアであるフェザー1にも同行してもらいます。ジャンプアウト後、各機指定のスキャンポイントまで移動し、スキャンを行ってください。ただし、緊急時に速やかに対処できるよう、スキャン中はサポートデバイスを分離します。スキャン終了後は、再びサポートデバイスとドッキング、撤退してください。では、健闘を祈ります。こちらホークマン、ブレンダー、ロブ、聞こえるか？はい、隊長。名誉ある統合軍初の実戦行動だ。行くぞ。ミッションエリア座標確認、ジャンプ後方に行こう。各自のスキャンポイントはディスプレイに表示される。それに従うように。ミッションエリアに接近、ジャンプ後方を解除します。各機3回、さっさと済ませて帰るぞ。緑色のマーカーを画面中央に合わせてください。各機、スキャンポイントに到着しました。よし、サポートデバイスを分離、スキャンを開始させろ。カイト3を分離、特別警戒態勢で待機。カイト3、スキャン開始。各サポートデバイス、スキャンを終了しました。よし、ドッキングしろ。さっさと帰るぞ。敵拠点内、動体反応値上昇。あら、見つかったか。高熱源反応、攻撃です。カイト3、被弾、全チャンネル沈黙。時空芯感知、識別信号がありません。敵複数、ジャンプアウト。各機独自の判断で迎撃。踏ん張りどころだ、気合い入れろ。
大体片付いたな。敵拠点に大規模な動体反応を感知。隕石です。敵アクセルゲートから隕石が射出されました。なんてこった。北番からガルダ、敵のデータは採取できたが見ての通りだ。こいつはでかい。どうすればいい。こちらガルダ、隕石を確認しました。フォークフェザー小隊はこれを追跡しつつ、サポートデバイスから補給を受け、次の指示を待ってください。了解。おいロブ、お前は俺のサポートデバイスから補給を受けろ。やれやれ、しょっぱなから苦労させられるぜ。敵アクセルゲートより打ち出された隕石の最大長は約300メートルあり、このまま母星に落下することになれば、その被害は計り知れないものとなるでしょう。現在ファルコン1に共鳴振動弾を搭載中です。完了次第イーグルフェザー小隊とともにそちらに向かいますので、合流するまでに隕石に取り付けられている振動修正用のバーニアを破壊してください。以上。前に回り込むのはめんどくせえな。おいラブ、ちょっと前のやつやってこい。後ろのは俺とブレンダで片付けるからよ。隊長、面倒なのを理由に指示するなんてひどいです。うるせえな。隊長命令には借りねえだろ。信号確認不能。敵です。何？発揮汚染、やられんなよ。時空心感知、識別信号確認。やっと来やがった。よージェイク、待たせたな。あらんか。もう大方始末しちまった。おい、こっちは特大の爆弾抱えてるんだ。しっかり援護してくれよ。了解だブラッド。レンダー、ロブ、ファルコン1の援護に回るぞ。イーグル1からファルコン1へ。敵機を制圧した。了解。共鳴振動弾を発射する。各機、ターゲットから距離を取れ。着弾します。うひゃあ。ファルコン1から全機へ。隕石は砕かれたがまだ大きすぎる。よってこれより全機で総攻撃を行い完全に粉砕する。以上だ。
母星の大気圏を突破できる隕石は存在しません。ファルコン1から全機へ。ミッション終了。全機帰還せよ。サポートデバイスのスキャンデータにより、敵の隕石発射拠点の詳しい情報を得ることができました。この拠点をホーク中隊、イーグル中隊により攻撃します。とにかく、何としても隕石落としを阻止しなければなりません。ターゲットは敵アクセルゲートただ一つです。イーグル中隊はターゲットの破壊、ホーク中隊はゲート周辺の戦艦を攻撃し、敵戦力の分散を図ってください。では、健闘を祈ります。ホーク1からホーク中隊全機、行くぞ。ミッションエリア座標確認、ジャンプしちゃいます。いやあラム、新型 AI の具合はどうだ。サポートデバイスも喋るらしいじゃねえか。はい隊長さん、あたしマリア、カイト3の AI だよ。感情回路を試験導入されてます。感情や人格があるんですよ。よろしくね。こんにちは、ジェイク隊。ホーク3の AI ユニット、エドガーです。マリアの着任と同時に、私にも感情回路が試験導入されました。彼女ほど滑稽な応答をしないように調整されています。滑稽ですって。なんて失礼な人なの、信じらんない。にぎやかになったじゃねえか。ええ、しおい。隊長、大笑いしてる場合じゃありません。まもなくミッションエリアです。おお、こちらにも感情回路を導入した方がいらっしゃるようで。隊長。えいっと、ホーク中隊全機はジャンプアウトと同時に展開。ゲート周辺の敵艦を攻撃しよう。ミッションエリアに到着、ジャンプアウトしちゃいます。ゲートは頼むぜ、アラン。ああ、任せろ。頑張ってね。
イーグル1からガルーダへ。ターゲットを破壊した。なお敵残存機は撤退。ミッション完了。こちらガルーダ、了解しました。イーグル中隊およびフォークプルーム小隊は直ちに帰還。フォークフェザー小隊には次のミッションの通達があります。おー、忙しいこって。ブレンダー、ロブ、聞いての通りだ。サポートデバイスとドッキングしろ。母星と第二惑星の交点軌道間に存在する小惑星帯、ここに敵の隕石調達拠点を発見しました。敵は小惑星にブースターを取り付け、アクセルゲートまで運んでいたのです。拠点にはまだ数隻のブースターが存在し、低効率ながら隕石落としを続行される危険性があります。そこで今回の任務はこの拠点を制圧し、隕石落としの可能性を完全に断つことです。補給を終えたホークプルーム小隊は現在ジャンプ待機中です。任務開始前に合流してください。では健闘を祈ります。ホークフェザー小隊、前期ジャンプスタンバイだ。ミッションエリア座標確認、いつでも OK。 よし、こっちは OK だ。ガルーダ、タイミングを取ってくれ。了解、シグナルを送ります。ホークプルーム小隊合流しました。よし、ジャンプアウトしたら各自全力で敵を殲滅しろ。一丁へこましてやろうぜ。了解。了解。了解。マリア、君の機体には武装がない。戦闘区域に侵入するのは大変危険なのでやめた方が良い。そんなこと分かってるわよ。まったく冗談も分からないの。冗談は今のところ理解ができない。マリア、詳しく教えてほしい。冗談はね、教えるようなもんじゃないの。あ、ミッションエリアに到着です。一気に行け。躊躇するなよ。行ってらっしゃい。
拠点内に敵機の反応をなし、全滅したと思われます。マリア、君の方は。敵はいません。全滅しました。手応えのない奴らだったな。時空心感知、識別反応確認不能、敵です。いやー、新手だ、気をつけろ。ガルーダから前期へ。現在ホーク中隊の平均エナジー残量は 50% を割っています。戦闘の続行は危険です。直ちに撤退してください。おいおい、お前らどんな戦い方してんだ。しょうがねえな。前期直ちに帰還だ。了解了解了解。全ミッションエリアの後方に敵前線基地の存在を確認しました。母星に最も近い敵基地となります。隕石落としの手段を失った敵軍はこの基地を基軸として母星へ攻撃を開始することでしょう。そこで先手を打ちます。今回の任務は全艦載機により敵前線基地に総攻撃を行い母星への脅威を取り除くことです。敵前線基地は大型の小惑星のクレバス内に建造されていて、その小惑星付近には数隻の戦艦が配備されています。ミッションエリア到着後、まず全中隊で敵艦を攻撃し戦力を消耗。その後フォーク中隊はショートジャンプでクレバス内へ突入。敵前線基地を制圧してください。では健闘を祈ります。揃ったな。では敵前線基地制圧に向けて出発。ジャンプします。機体がロケーションに合ってるからって俺の中隊だけで突入だとよ。いや、エリぼやかないぼやかない。俺やブラッドの機体はでかいからな。ならお前らんとこのプルーム正体を貸せよ。それはそれで困るな。ミッションエリアです。まずは敵艦からだ。前期展開しろ。やっちゃえやっちゃえ。ファルコン中隊は引き続き敵艦を攻撃、全力
を分散させてください。よし、準備ができたやつからどんどん突入しろ。アラン、ブラッド、外は任せたぜ。狭い。うひょー、こりゃ確かにアランやブラッドの機体じゃきついな。前方に敵前線基地を確認しました。砲台に注意してください。北中隊、前期総攻撃だ。敵は小惑星の成分をエナジーに変換し、中央のタワーに蓄積しているようです。よし、前期、中央のタワーを攻撃しろ。連鎖していきます。危険です。脱出だ、ショートジャンプしろ。内惑星系に陣を張った敵軍ですが、その本体はなぜか時空ジャンプを行わず、我が星系の中心に向かい、ゆっくりと進行を続けています。遠距離スキャンによる調査を試みたところ、敵軍本体は第二惑星付近を移動中、衛星に向け分体を降下させたことが確認されました。隕石発射拠点及び前線基地破壊の功績からその実力を評価された我々統合宇宙軍は、これの調査に向かうことになったのです。太陽調査船から救助信号を受信しました。母星へ帰還途中、第二惑星付近で敵の攻撃を受けているようです。至急救助に向かってください。なお、第二惑星は我々の到着先でもあるため、任務終了後はミッションエリア内にて待機してください。では健闘を祈ります。調査船だけに秘密装だ。急いで行くぞ。ミッションエリア確認。ジャンプします。敵は戦闘機だけらしいな。楽勝ね。マリアちゃん、油断は良くないわね。おーい。あ、ミッションエリアに到着です。こちら調査船ウンブレラ、シールドエナジーが残り少ない。早く助けに来てくれ。ああ、もうダメだ。やべ、急げ。
命拾いしました。なに、いいってことや。よし、前期ミッションエリア内で待機。ホークフェザー正体はサポートデバイスとドッキングだ。今回の敵は少し手強かったと思いませんか、隊長。そこ？別にそんな感じはしなかったの。それは隊長がベテランだからですよね。お前もオペッカ使ったりするのか。悪い気はしねえな。人頭身、識別信号なし。すぐそばにジャンパー落としてくる。この野郎、ロブ、ブレンダーを頼むぞ。大変、第二惑星の重力に捕まってる。ホーク2の AI によれば、ブレンダー少尉は意識を失っています。また機体制御系にダメージを受け、安定させるのはやっとのようです。まずい、単体での垂直突入なんて無理だよ。ホーク2の突入角度とシールドエナジー残量から計算すると、大気との摩擦に機体は10秒と持ちません。もう時間がない。ああ、どうしよう。一つ方法がある。マリア、検討してみてくれ。今送る。ちょっと本気？だがこれしか方法がない。そうね、これしかないわね。あらゆる可能性を検討した結果、ブレンダ少尉を救出できるプランはただ一つです。しかも大きな危険を犯さなければなりません。フェザー1のアサルトフィールド発生装置だけど、ドッキング中でも発生できるようにサポートデバイスには増幅器が搭載されてるの。これを使えば発生域を拡大してサポートデバイスごと包めるってわけ。そしてこの増幅状態のフィールドには後方にわずかな余波が生まれます。もちろんこの余波の中に存在する物質も同時に保護されるわけです。今のホーク2はここに留まり続けるなんて到底無理。もう分かったでしょ。では救出プランを説明します。まずホーク2の真後ろに接近、マリアを切り離しドッキングさせます。この後ホーク2の発生装置でアサルトフィールドを展開するから、マスターとエドガーは頑張って余波に留まり続けてね。私は演算能力のほとんどを割り当て落下スピードを同調させます。マスターは操舵を行い、このわずかな空間にとどまり続けてください。では幸運を。ホーク2に接近。完璧にインターセプトしたわ。後方2メートルに到達。マリアを切り離します。機体温度が上昇してきた。急ぐんだ。分かってるわよ。アサルトフィールド展開。マスター、操舵をよろしく。
ありがとう、マリアちゃん。ちょっと首が痛いわね。それは心配ですね。頸椎を痛めているかもしれない。エドガーもありがとう。でもそんなに心配はいらないと思うわ。それからロブ、あなたには何てお礼を言えばいいのかしら。何言ってんの、気にしない気にしない。あそこで見放すようじゃ男として失格よ。マリアの言う通りである。当然である。隊長。おいロブ、あんまり無茶すんなよな。ちょっと隊長、どうして。そりゃお前たちのことが心配だから来てやったんじゃねえか。だってフェザーワンには大気圏を離脱するパワーがありません。これじゃ隊長まで戻れないじゃないですか。ところが戻れるんだな。これがこの第二惑星は1年ほど前にテラフォーミングも終わって植民が始まってるだろう。目的を知ってるかい。確か地下鉱物資源の採掘だったと。その通り。物資搬出の効率を考えてか、都合よく赤道上にマスドライバーが建設されてるんだな。今データを送ってやる。なるほど。これなら我々を大気圏外まで打ち出してくれますね。そうだったんですか。よかった。ところが安心するのはまだ早いんだな。これが。え？俺が降りてくる直前にこの星の衛星から植民施設方面に向けて大型の未確認物体が2個発射されている。ま、敵さんだろうな。ではマスドライバーが攻撃を受け作動不能になった場合、やはりこの星から脱出できませんね。そういうこと。マスドライバーを壊されたら俺らここでお留守番ってわけ。大変、識別信号のない飛行物体が多数こっちに向かってます。やれやれ、敵も素早いな。マリア、ブレンドを連れて全速で植民施設に避難だ。ロブ、俺たちだけで片付けるぞ。じゃあお先に失礼します。隊長、ロブ、どうか無事で。急ぎでマスドライバーの保護に向かうぞ。ジェイク隊員、本機は今の戦闘でエナジーを消耗しています。ぜひカイトワンから補給を受けたいのですが。俺のサポートデバイスはお前らによく使われるな。ガルーダより未確認物体の情報をダウンロードしました。カイト1の遠距離スキャンデータと合わせて情報をまとめます。月面より発射された2個の物体は現在マスドライバーから約 30km 離れた海上に停泊しています。おそらく敵の強襲艦でしょう。植民施設およびマスドライバーへ攻撃を開始するのは時間の問題と思われます。俺たちだけで何とかしなきゃならねえ。ちょいときつそうだな。目標を確認。見えた見えた。
なんだありゃ、突き刺さってんのか。そのようです。海底まで到達しています。どうやって引っこ抜くつもりなんだ、あんなでかいもん。敵艦付近に多数の飛行物体を確認、艦載機を射出しているようです。よし、用意はいいな。敵潰したぜ。様子が変です。なにもう一隻からも射出されました。まずい、マスドライバーに向かってるじゃねえか。追うぞ。マスドライバー到達までの時間は約5分33秒です。で、足止めする方法は。やはり推進力を弱めるのが特策でしょう。ロブ、エンジンだ、エンジン。とにかくエンジンを破壊しろ。なかなかスリルがあったな。いい着付けになったぜ。まったく。お留守番は免れました。ああ、そうだな。よし、さっさと上に戻ろうぜ。どうも地上は落ち着かねえ。大義はいつでも落ち着いてないと思いますが。うるせえ。太陽調査船の協力も得て、第二惑星の衛星を詳しくスキャンした結果、敵の基地を発見しました。
前線基地よりも規模が大きく、中央に巨大な建造物が存在するようです。おそらく母星攻撃のための中継拠点と思われます。植民施設の保護のためにもこの拠点を沈黙させなければなりません。全艦載機をもって攻撃をかけます。敵基地は衛星の表面上に放射状に建造されていて、周りには数隻の戦艦が配備されています。また前線基地と同じく衛星の成分を何らかの方法でエナジーに変換し、中央のタワーに蓄積しているようです。情報から侵入した場合、戦艦からの集中攻撃を受ける可能性があります。よってある程度の距離を置いて降下、地表に対して平行に侵入し攻撃してください。では健闘を祈ります。そっちは揃ったぜ。イーグルマン、ハルコンワン、そっちはどうだ。オーケー。大丈夫だ。じゃあ行くか。ミッションエリア座標確認。ジャンプします。また統合軍だけで基地攻略だよ。まったくだ。連邦軍はまだ戻ってこないのか。もう近くまで来ているんだな。ミッションエリアです。よし、地表に沿って飛べ。前方に敵基地を確認したよ。じゃあな、俺たちから行かせてもらうかな。ホーク中隊、全速で突入。まずは戦艦からだ。基地中央付近には砲台がいっぱいあります。気をつけてね。しました。よし、前期タワーの攻撃に移れ。
危険です。倒れるぞ。マジかよ。おい、タワーのあった場所に穴が開いてます。しかも中からすごい反応、敵のエナジーかしら。なるほど、地下に溜め込んでやがるな。よし、レンダー、ロブ、こっちにだ。おい、無茶するな。もう少し詳しくスキャンしろ。なーに、ヤバかったら引き返すまだよ。俺たちの機体にはアサルトフィールドもあるしな。壁により閉ざされました。地下からのエナジー放射により更新もできません。さらにこのロケーションでは反転も不可能です。とりあえず進みましょう。前方に広い空間があります。障害物です。減速してください。高い密度でエナジーが集中しています。ここで変換を行っているようです。変換器を支える支柱を破壊しましょう。マーカーを表示します。他の場所は装甲が強くなって攻撃は無駄です。強い反応が起きています。危険です。脱出してください。隔壁は閉ざされたままです。仕方がありません。アサルトフィールドにかけます。全速を維持してください。核壁を破壊、なんとかなりました。ロブ、無事か。隊員、全機待機させてください。危険です。分かってるわよ。残ってるのは私と隊長だけ。さっさとおさらばしようぜ。了解、ジャンプ後方に移行します。敵中間基地を攻略した我々統合宇宙軍は第二惑星を後にし、緑の星第一惑星に到着しました。間もなく到着する連邦宇宙軍と合流後、決戦を迎えるため補給艦より物資、航行燃料の補給を受けているところです。しかしそんな時に、敵機の強襲です。現在、我が艦には補給艦が隣接しています。補給艦には、まだ大量の航行燃料が残されていて、大変危険な状況です。しかし、非武装の補給艦を見放すわけにはいきません。ホーク中隊およびイーグル中隊、全機緊急発進。全力で迎撃に当たってください。
ガルーダから前期へ。現在補給艦の乗員を本艦に退避中です。終了後補給艦をオートパイロットで離脱させるので、それまで何としてでも守り抜いてください。補給艦は装甲が強力ですが、万が一にも爆発するようなことがあればガルーダもただでは済まないでしょう。よーロブ、出てきたな。さっさと片付けねえとえらいことになっちまいそうだ。気入れていこうぜ。マイヤはガルーダでお留守番です。マスター頑張れ。マリア、私は応援してくれないと。エドガーも頑張れ。私には頑張れ。俺にはもうしとくさい。おい、敵機全滅、補給艦は無事のようです。ふぅ、ヒヤヒヤしたぜ。やつら攻めどころってもんを覚えてきやがったな。死んじゃうかと思ったよ。あ、この野郎、信用してなかったな。今ヒヤヒヤしたって言ったくせに。ガルーダから前期へ。まもなく連邦宇宙軍が到着します。ジャンプアウトの余波に注意してください。いよいよ決戦ですね。そうだな。敵本体は太陽付近に到達。現在動きを止めています。司令部はこの機に全軍をもって総攻撃を行うことを決定しました。敵は球の表面に並んだような陣形をとっているので、密度が低いポイントに数艦ごとの分隊で同時に攻撃を行います。全艦載機は先行して突入、敵艦を破壊し、続く友軍艦隊の進行を促してください。障害となる敵艦は常時ターゲットとしてディスプレイに表示されます。では健闘を祈ります。オーク中隊、前期揃った。アラン、ブラッド、行こうぜ。オーケー。こっちもだ。ジャンプアウトしたら敵の真正面ってわけが。いやー、なんだ、ビビってんのか。お前も焼きが回ったな。うるせえな。ジェイクの悪態も4年もすると慣れてくるもんだな。なんだよ、俺はそんなに悪者か？そうだよ。ミッションエリアに到着です。攻撃系反応、敵艦から攻撃です。うひー、おいおい、冗談じゃねえぞ。まったく敵、
全速で懐に取り込め。前期へ。連邦軍索敵班が敵の空母を発見しました。これを制圧し増援に歯止めをかけます。ホークフェザー小隊はサポートデバイスにドッキング後直接向かってください。ホークプルーム小隊は一旦帰還し補給を受けるよう。了解。メンバー止まる。ドッキングしろ。特別な妨害措置が取られているらしく、敵空母はその外装までしかスキャンできなかったそうです。この程度の情報しか提供できませんが、なんとか頑張ってください。では健闘を祈ります。ミッションエリア確認したか？しました。の真ん中のだな。他の戦艦とは雰囲気が違いますね。敵空母の装甲は他の戦艦と異なりとても強固なようです。でも弱いところもあるみたいよ。厄介な野郎だ。
ぜ。敵空母内部に動力炉らしき部分があります。あれが弱点ってわけね。しかし強力なシールドで守られています。我々のアサルトフィールドに似た特性を持っている。ヒュー、お手柄だなロブ。ホークマンからガルーダへ。ターゲットはロブ少尉が見事に沈めてくれたよ。こちらガルーダ、了解しました。直ちに帰還してください。了解。ホーク中隊全員帰還だ。待って、ロスカヘンダは？連邦軍巡洋艦ガレーシャ沈黙しました。なに？おいガルダ、どうなってんだ。わかりません。敵の攻撃なことは確かです。あらゆるセンサーの記録を元に分析します。記録によると敵艦隊からの攻撃ではないようです。突然特定空間の熱量が急激に上昇しています。熱量の分布が円錐形をしてるわね。中心線の延長線上には太陽。反応時に発せられた光の波長は我が星系の太陽光と一致します。これは光学兵器ね。長距離スキャンによる敵光学兵器のデータです。この兵器は太陽の至近距離に設置され、本体とそれを演習場に囲む8機のスレイブユニットにより構成されています。敵はこの装置により重力レンズを発生、太陽光をターゲットに収束させるのです。早急にこの兵器を停止させなければ我が軍は甚大なダメージを受けることになるでしょう。ホークフェザー小隊はサポートデバイスとドッキング後直ちに制圧に向かってください。イーグルフェザー小隊およびファルコンフェザー小隊も補給が終わり次第合流させます。では健闘を祈ります。先ほどまた一隻沈められました。急いでください。了解。全員準備はいいな。行くぞ。ジャンプします。今3射目がありました。確実に1隻ずつ沈められています。くそー、とんでもない攻撃しやがって。重力レンズ砲の起動タイミングは約2分間隔です。またスレイブユニットを6機破壊できれば機能を停止できるでしょう。それから発射時はものすごい重力変化が起きるはずなの。気をつけてね。よし、俺は本体を叩く。お前たちはスレイブユニットを破壊しろ。敵空母と同様強固な装甲を持っているようです。しかし一部弱い部分が確認できます。本体の方はダメだ。歯が立たれ。破壊できない。よろしく頼んぜ。できないでしょう。マスター、こっちに敵の戦闘機がボロボロになって合流してきました。調べてもいい？君には武装がない。
危険だ。それなら大丈夫。実はもうすぐそばにいるわ。何もしてこないの。ねえ、いいでしょ。何かわかるかもしれないな。よし、了解しよう。ただし、回避を一番に考えて作業するんだぞ。いいな。おいおい、俺はロブの上官だ。つまりお前のマスターのマスターも当然なんだ。だから大丈夫。理屈はどうですか。ワーとはなんだよ。ワーとは。まったく。緊急事態です。本体から6個の物体が分離しました。形状がステップユニットと酷似し、おそらく予備のものでしょう。なに。しかも本体の確保から予想する次のターゲットはガルドです。何？次の発射までの時間は。スレイブユニットの数を考慮して再計算する。約2分と25秒です。いやー、こりゃ本格的にヤバい。捕捉事項があります。本体のスレイブユニットの接触音が相当が漏れています。そこを攻撃すれば、おそらくダメージを与えられるでしょう。よし、あら、ブラッド、スレイブユニットは任せたぞ。俺たちは本体を攻撃だ。重力レンズ砲内熱量増大、崩壊の危険があります。全員退避だ。できるだけ急げ。ガルーダより各フェザー小隊へ。敵軍全体が太陽の裏側に集合し始めています。どうやらまたも撤退するようです。よし、流れはこっちにある。二度と攻めてこられないように追撃して叩きのめそうじゃねえか。そうですね。ここで撤退を許すと2年後に再び増強して戻ってくることでしょう。今が決着の時と司令部も判断しています。最終決戦すか。えひー。作戦行動可能な全ての船で敵の集合ポイントに突入します。直ちに帰還してください。了解、帰還するぞ。待って、今敵のメインサーキットに侵入したところなの。解析できそう。本当かよ。おい、4年研究したって糸口もつかめなかったんだぜ。おーし、ロブ、解析が終わるまで待ってやれ。じゃあロブは置いてきぼりですか。解析が終わったらすぐに戻れよ。じゃあな。マリア、解析の進行状況は。進んだ。もう遠いんだから。今そっちにも送信するね。二人でまとめよう。その方が効率がいい。君にしてはなかなかの提案だ。あんた喧嘩売ってんの。じゃあまず彼らの正体からね。まあ簡単に言うと異星人っていうより異空間生物ってところかしら。彼らは戦艦とか戦闘機の単位で一つの生命体なの。そして注目すべきはその意識の持ち方ね。なんと全体で一つの意識を共有してるの。中枢みたいなものはなくて完全に均一に分散してるわ。そして最も重要な彼らの目的ですが、それは進化です。なぜか彼らには応用という概念がほとんどありません。つまり彼らだけで進化することが非常に困難なのです。正確に真似はできても、そこから応用発展ができない彼らは他の文明を吸収することで自らの文明を高めます。これが接触のたびに手強くなる理由ってわけ。まず最初の接触でターゲットの文明を吸収、一旦撤退するの。そしてそれまで吸収した他の文明と融合、次の接触で滅ぼしちゃうわけ。
応用ができないだけあって吸収力は抜群なのね。で、どうして私たちはこんなとんでもない奴らに滅ぼされないでいるかなんだけど、どうやら一つの星の中で対立して文明が統合されずにいた星は珍しいみたいね。彼らも面食らってるわ。それはそうだろう。今まで通用したパターンが通じないわけだ。セオリーが通らないのは応用ができない彼らにとって脅威そのものだ。しかし私たちは内輪揉めのおかげで随分進化を滞らせていたようですね。で、彼らがこっちの空間に現れる手段なんだけど、なんと次元高校機を持ってるの。でもこれ彼ら自身も覚えていないほどとても古いものらしいのよね。他の文明から盗んだ技術ではないみたい。だって彼らの意識の中では初めから存在するものって認識だもん。2年単位で現れるわけ、長期戦にならない理由も判明しました。彼らの空間には超波と呼ばれる次元の波があります。この波が最も満ちた時、彼らは航空機を使い次元間を移動できるのです。この超波の周期が我々の時間でちょうど2年、そして満潮の期間は約60日で、彼らはその間しか他の次元にいられません。彼らは60日以内で撤退せざるを得ないのです。そんでもって、なんと今回の接触は出現からまだ32日しか経過していないの。これがどういうことかっていうと、そう、彼らは今本当の意味で撤退を開始したのです。全体数の3分の1以上を失い、思考自体に機能不全を起こし始めています。ひどい、一番いいところを取った。あれ、ちょっと待って、あー、ダメー。機能停止というより死亡ですね、これは。もうちょっとデータが欲しかったな。で、構造以外何にもわからなかったわけがこれ。次回装置があると思われてたけど、単に意識全体とのリンクが切れるだけ。メモリーも全体で一つの媒体のもんだから、単体だけ調べたって何にもわかるわけがないのね。さてマリア、これ以上ここに留まる理由はない。早急に本体に戻ろう。そうね、今ドッキングするわ。なんだかこの機体かわいそう。ドッキング完了。先ほど得たデータを中央データベースにアップロードしました。それじゃあ帰還しますね。時空心、識別信号なし。近距離にジャンパーを出してきます。これはブレンダの時と同じ。危険だ、分離しなければ。バルク、緊急兵、エマージェンシー、メインサーキット停止。セントラルライン寸断、動けません。マリア、君の方は。私はほとんど無傷だし動けるよ。エドが早く、ヤツが戻ってくるよ。分かっている、非常用サーキットへのバイパスラインを検索中だ。危険です。何すんだよマリア。なんてこと。あれ、動けないや、こりゃ。非常用サーキット起動、コンディション回復。マリア、今火災を止めに行く。ダメ、絶対来てダメ。プロペラとバルクに引火してる。爆発してもおかしくないの。マリア。いや、さすがにダメみたいだよ、エドが。マスターをよろしくね。こんな時は感情があると辛いな。怖いよ、マスター。マリア、マリア、よくもマリアを。マスター、私にはトリガーへのアクセス権がありません。撃ってください。奴はまだ生きています。まだ動けるのか。
カイト3からのデータをもとに敵集合ポイントにスキャンを行った結果、中心に巨大な物体を確認しました。おそらくこれが次元航空機と思われます。しかし強力な遮蔽シールドにより保護されていて、攻撃を受け付けない上に視認することさえできません。分析したところ、このシールドを突破できる武装はフェザー1に搭載されているアサルトフィールドのみという結果が出ています。ジェイク隊員、ブレンダ少尉、そしてロブ少尉、司令部はあなたたちに突入の命令を出しています。遮蔽シールド内部への侵入後は一切の援護ができません。また航空機の内部構造もすべて謎のままです。とても危険なミッションとなります。人命を第一に考え行動してください。私個人としてはあなたたちを送り出したくありません。指揮官失格ですね、こんなことを言うなんて。では幸運を。答えだな。まさか2年後の未来が私たちの双剣にかかるとは思いませんでしたね。敵を倒すことができればマリアへの弔いにもなります。お、気合入ってるな、エドガー。よし、行くぞ。何も見えません。本当にあるのかしら。センサーに遮蔽シールドの反応。全員アサルトフィールドを展開、突入だ。うお、分かっちゃいたが、でかいな。これが次元を超える機械だなんて。侵入口らしき構造物をいくつか確認。最も近いものをディスプレイに表示します。よし、向かうぞ。侵入口以外の反応はありません。引き続きカイト1およびカイト2に内部構造をスキャンさせます。静かなもんだ。ちょっと拍子抜けですね。侵入口に接近。内部から何らかの微弱な反応があります。侵入するぞ、続け。気をつけろ、狭いぞ。さすがにちょっとビビった。サポートデバイスのスキャン結果により内部は多層構造のようです。また上下をつなぐ柱のようなものから強い反応がありスキャンの妨害になっています。どうやらエナジーパイプのようです。そんじゃまあとりあえずそれを破壊するか。全員攻撃開始、暴れろ。建造物と接触。よし、ブレンダ、上の階層に戻り、サポートデバイスの護衛に当たれ。そんな、大丈夫です。まだやります。これは隊長命令だ。さらに、アヤ中佐の命令でもある。わかりました。お二人とも気をつけて。パイプの破壊により反応物の整理ができました。さらに機体の侵入口を発見。ディスプレイに表示します。よし、行くぞ、ロブ。
砲台があるじゃねえか。上の対象同様、柱の反応が強すぎて両方の成果が困難だし。侵入口が武装されています。気をつけて、この侵入口はダミーです。他の反応を当たってみましょう。これもダミーです。どうやら本物の侵入口のようです。出口が塞がれています。破壊してください。やはり柱の反応が邪魔で正確なスキャンができません。侵入口を発見しました。武装が強力なようです。気をつけてください。この侵入口はダミーです。他の反応を当たってみましょう。これもダミーです。反応があります。何らかのエナジーが集中しているようです。どうやら動力炉のようです。周囲の壁からシールドを発生し、炉心を守っています。
護身を守るシールドが消失しました。護身を破壊、暴走を起こしています。非常に危険な状態です。脱出しましょう。動力炉を中心に熱源反応拡大、競争に達するまでの時間は約2分15秒です。次元航空機を構成する物質が急激に変性していきます。崩壊を起こします。急いでください。ジャンプが間に合いません。すべてのエナジーをアサルトフィールドにバイパスします。ガルーダよりホーク3へ。ロブ少尉、聞こえていますか？ロブバーディ少尉。こちらホーク3。ロブ少尉、ロブ少尉ですか？こちらホーク3。聞こえています。あなたは AI のエドガーですね。ロブ少尉は無事ですか？マスターは意識を失っていますが、無事です。よかった。機体の存在は確認できたのですが、通信に応答がないので心配しました。すいません、私も先ほどまでフリーズしていたようです。発生サーキットに不具合が出ているようですね。今調整します。エドガー、大丈夫か？ジェイク隊員、隊員も無事で何よりです。ご苦労だったな。早くガルーダに戻ってこいよ。次元航空機の爆発から機体を守るためにアサルトフィールドジェネレーターをオーバードライブさせました。そのため全てのエナジーを使い果たし、動くことができません。それなら大丈夫だ。お前らの存在が確認できた途端飛び出しちまったやつがいる。そろそろそっちに着く頃だろう。あ、ブレンダ少尉ですね。私ならここにいるわよ。は？では一体誰が？驚くなよ。データを引き出した例の敵戦闘機があるだろう。それの回収班が偶然見つけたんだ。2ミリくらいしかない LED でパルス信号を出していたらしいの。そう、メモリーボードは無事だったってわけだ。どれ、俺たちも迎えに行くか。はい、隊長。まさか この識別信号は。はーい、エドガー。
Thank you.